鉄キング選手権、イエーイ。はい、ということで鉄キングを決めようというところで皆様には集まっていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。やっぱ鉄といえばちょっとボンさんのイメージがありますけれども。はい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 、いただきます今回は。おえ、でも今回あの鉄掘るだけじゃなくていろんな観点で本当に鉄キングにふさわしいあの人を選ばせていただくべく5つ、ミニゲーム用意しておりますので、はい、ちょっと5つの競技でいろいろ競っていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。なるほど。それでは全員のゴーレム散歩終わりましたので結果発表いきたいと思います。はい、結果はこのようになりました。大原レイ優勝でございます。すげえ、結構僅差だ。ボンさん、あれボンさん最下位。あれボンさん最下位です。47秒。嘘でしょ。嘘でしょ。でもかなり近いですからみんな、はい、みんなかなり近い。はい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 。では続いての競技いきたいと思います。はい、オンリー、それどうやってやってんの。それどうですか。いや、頭をこれですか。うん、これあの、では続いての競技いきたいと思います。あ、これ1番を続け、そうです、長押しできます。あ、長押しできんの。長押しで、あ、ビッグフェイス、スモールフェイス、ビッグフェイス、スモールフェイス。あ、いいね。1番、1番お坊さんできて。あ、こういうことか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 。はいはいはい、メインになってて、オラッカンだけメインになってる。なんで持ってるでは続いていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画と概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社最高、ドズル社しか勝たん。